皆さんこんにちは。レースが大好きだった父と過ごした時間を思い出しながらインディアナポリスを訪れてみました。インディアナポリスモータースピードウェイはインディ500というレースで有名な場所で、このレースはコースを200周して合計500マイルを走ります。コースを1周する時の平均時速が 365km になるというスリル満点のレースです。ただいまレースに使われるコースの下をくぐっています。博物館は残念ながら2024年は改装中で閉館でした。ここは世界最大のスポーツ施設で35万人を収容することができます。大きさがちょっと分かりにくいかと思いますので、この敷地の中に有名なものを入れてみたいと思います。まずバチカン市国がここに入ります。次にニューヨークの球場ヤンキースタジアムをここに入れまして、そして大統領が住むホワイトハウスがここ、その下に自由の女神が立つ島リバティ島、インドのタージマハール、さらにローマにある円形闘技場のコロッセオ、そしてアメリカンフットボール場のローズボールスタジアム、最後にケンタッキーダービーの競馬場チャーチルダウンズが入ります。突然視界にグランドスタンドと呼ばれる観客席が目に入ってくるんですけれども、とっても感動しました。こちら側が第4コーナーになります。そしてこちら側が第1コーナーになります。インディ500のレースには2位3位はありませんので、優勝した人だけがここに立ちます。Thank you. 上からはコースの内側にあるゴルフコースもよく見えます。ゴールの部分はレンガで作られていて、優勝者はこのレンガにキスをします。今日は電気で走る無人レースカーが走っています。アメリカの大学20校で競い合うレースの練習をしているところです。第2ターンの内側は車椅子の方々のための席と家族用のピクニックエリアがあります。インディ500で優勝するとシャンペーンの代わりに牛乳を飲まないといけません。飲めない選手はどうするんでしょうか。飲み終わるまで帰っちゃいけませんって言われるんでしょうか。敷地内には立派な病院もありました。ちなみにインディアナポリスという町はインディアナ州の真ん中あたりにあります。インディ500のレースに出る車を作っているダラーラ USA の工場見学をさせてもらいました。1959年頃からフェラーリ、マセラティ、ランボルギーニなどで働いていたイタリア人のジャンパオロ・ダラーラさんが作った会社です。会社説明のビデオは実際の車のシートに座って見せてくれます。車体を軽くするためにできるだけカーボンファイバーを使っているそうです。最近は首の怪我を防ぐためにこのヘイローと呼ばれるものをつけるようになったそうです。こちらはナスカーです。今回は特別にレーシングシミュレーターのある部屋に入れてもらいました。すっごいでっかいです。これ下の方にあるはしごを登って中に入るそうです。ここでは世界中のレース場を走る練習をすることができるそうです。塗装はどうするんだろうと思っていましたら、車体にはペンキを塗るのではなくて、今はより軽いビニールの膜を貼り付けるだけだそうです。一般の車道でも走れる車 EXP も見せてもらいました。さて最後の2分30秒ぐらいはインディアナポリスの街をちょっと見てみたいと思います。まずは親戚たちと腹ごしらえです。こちらはアメリカ23代目の大統領ベンジャミン・ハリソンさんが住んでいた邸宅になります。アメリカで最も昔の面影をそのまま残している大統領邸宅と言われています。さてインディアナポリス名物の食べ物を食べるためにこのパブへやってきました。バーボンの樽の中で作った黒ビールをいただきます。インディアナポリス名物のテンダーロイン豚ヒレのサンドイッチをいただきました。大きくてインパクトはあるのですが、味は見てそのまんまの味でした。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。